はい、日本一早い格闘ニュースのお時間です。最初のニュースです。柴田正月休み取得についてです。ライジン大晦日において久保選手との八百長疑惑が世間を賑わした柴田容疑者選手ですが、なんとライジン側が一切お咎めがないというしょうもない結果に終わりました。しかしこれを逆手にとって柴田容疑者は自ら責任を取って無期限の活動休止を宣言しました。おそらく少し遅いお正月休みを取るのでしょう。格闘技界のキングボンビーはお子様と桃鉄三昧の休日を過ごすと思います。次のニュースです。ヨギボー快挙達成です。ライジンのメインスポンサーであるヨギボーの日本総代理店のウェブシャークがなんと本国のアメリカ発メーカーヨギボーの株を取得し買収したことを発表しました。こうなればヨギボー癒着ファイターヤチクンドーはこの先何連敗してもライジンから放出されることはないでしょう。川口春奈も安泰です。次のニュースです。タケル対戦相手決定についてです。6月に那須川ローションと世紀の一戦を戦うタケル選手ですが、2月に対戦が決定しました。対戦相手は1階級下の郡司大斗選手で、しかもエキシビジョンマッチとのことです。怪我の可能性も少なく一安心です。次のニュースです。世紀の一戦4月に決定についてです。昨年末一度亡くなった世紀の一戦村田亮太 VS ゴロフキンの戦いが4月に決定しました。帝拳の本田会長は最後のチャンスと話していました。絶対に実現させてほしい一戦となります。快挙達成です。次のニュースです。白川陸と快挙達成です。朝倉トップチームの初期係白川アホの子ダーク天然ハッシュポテト陸とポテトアホの子がなんと UFC バンタム王者アルジャーメンスターリングにいじられてました。なんとポテトヘッドの模型を使っていじってきたのです。確実に白川アホの子単年ダークポテトリクトのことでしょう。絶対違います。次のニュースです。朝倉みくる U〇〇に喧嘩売るについてです。朝倉のみっくんが那須川ローションとコラボ動画を撮りました。那須川ローションが USJ に行って自分は USJ のマスコットより人気があり行列ができたと話していました。それを聞いた朝倉のみっくんは USJ から金もらった方がいいよと話しました。またディズニーやユニバの何が面白いのつまんねえじゃんと国民のアイドルディズニーや USJ に喧嘩を売っていました。また最近性欲もなくなったと言っていたので何も趣味がなくお金だけが生きがいなようです。これこそ小倉優香の無駄遣いと言えるかもしれません。次のニュースです。オギチャンネル快挙達成です。オギチャンネルがツイッターのフォロワー数5000人まであと82人というツイートを上げていました。我らのオギチャンネルがなんと大台に乗るようです。早速僕はフォローを外しました。以上となります。ご視聴ありがとうございました。日本一早い格闘ニュースをご覧ください。それではさよなら。